宮津城は、丹後国予佐郡宮津にあった、日本の城跡宮津城縄張り江津国府のあった、宮津の地は、古代より、丹後の中心地であった。この付近には、一色市の本拠地があり、至るところに、市場や取り出が築かれていた。1579年、細川藤高と明智光秀は、信長の命により、丹後国を侵略し、 旧国主であった一色氏を滅亡させた。その功により、細川藤高には丹後国が与えられ、明智光秀には丹波国が与えられた。藤高は宮津城を築き、ここを丹後経営の中心地とした。しかし藤高は1582年の本能寺の変に、際して明智家との非協力を内外に伝えるため出家し、有罪と称して、 田辺城を隠居した。その後の宮津城は、有才の息子、忠沖の居城となるが、1600年の関ヶ原前夜、忠沖が合図聖伐へ赴いている最中に、石田三成が豊臣秀吉の異名を無視する徳川家康の打倒を宣言した。細川家は徳川方に味方するが、これにより、単語細川領は、西軍から攻撃を受けることになった。 留守を守る藤高は、宮津城を放棄し、隠居所の田辺城に籠城し、後、直命により解城した。関ヶ原の戦い後、細川家は、武全国に転覆した。代わりに、京国高知が、関ヶ原戦いの先行の恩賞として、丹後国一国十二万三千国を配慮し、入法した。高知は晩年、丹後の中心地を再び舞鶴から、 宮津城に移し、城もこの時に、丹後一国を支配した、国持大名丹後藩京国家の本拠地として、大規模に改修された。また、港湾も整備され北前船の寄港地として、政治経済の中心として栄える。晩年、港地は丹後を三分割し、本藩の宮津藩、市藩の田辺藩、市藩の峰山藩を創設した。 宮津藩主になった京国高広は、さらに宮津城を大規模に改修し、本丸に7基の二重屋倉をあげるなど、近世の城として宮津城を作り直した。なお、当初の田辺藩や峰山藩は、丹後藩の藩内の分家であり、独立した藩ではないという見方もある。しかし、京国家は三代当主、京国高国の時代に改役された。京国家は、 名家でもあったので、子孫は皇家に取り立てられた。その後の宮津城は、長屋、安部屋、奥、平家、青山家と目まぐるしく城主が変わったが、1758年に松平助政が七万七千国で入宝し、以後七代続いて、明治維新を迎えた。城郭そのものは、完全に姿を消したが、宮津市立宮津小学校に、馬場崎五門の大古門が残されている。 2004年の平成16年台風第23号による大手川の河川改修をきっかけに城壁復元に取り組み2010年に完成した。合わせて宮津城の太鼓門も宮津小学校裏門から正門に移築された。また京都府与佐郡与佐野町の阿多子神社拝殿は宮津城内にあった電車の玄関を移築した東派府の建物である。 角川日本地名大事典26京都府現地案内版。ありがとうございます。